NHK 連続テレビ小説、おていちゃんのヒロイン役として有名になった女優、ゆりちかこさん。かつては、ドラマや CM などに多く出演し、お茶の間の人気者でした。今回は、そんなゆりさんの経歴や活動記録、そしてゆりさんを今でも応援するファンの存在まで、まとめていきたいと思います。 1957年3月21日生まれのゆりさんは、現在66歳。神奈川県鎌倉市出身だそうですが、生まれた場所は東京の日本橋なのだとか。家族には妹もいるようですが、芸能活動などをされているわけではないため、あまり情報はありませんでした。 ゆりちか子は芸名で、結婚されてからは宮本の姓になったそうです。小学校を卒業後、中高一貫校である聖戦女学院に入学。この学校はカトリックの精神自助修道会によって創立された私立の学校であり、ゆりさんの家がとても裕福だったことが伺えます。 中学、高校ともに体育ダンス部に所属しており、青春を謳歌していました。高校を卒業した後は、東方学園大学短期大学部、現東方学園芸術短期大学に入学し、演劇を専攻。この頃からお芝居を本格的に学び、1977年に卒業すると、 そのまま劇団俳優座の映画放送俳優部に所属し、芸能活動をスタートさせました。するとすぐに日本テレビ金曜劇場のチチンプイプイに出演し、ドラマデビューを果たすと、同じく日本テレビのホームドラマ気まぐれ本格派では、清水切子役としてレギュラー出演。 デビューして間もないゆりさんでしたが、立派な演技力と持ち前の清楚な顔立ちが多くの視聴者を虜にし、徐々に人気を集めていきました。そして翌1978年には NHK 連続テレビ小説おていちゃんの主役に大抜擢されます。このドラマは東京の下町で、 作家の娘として生まれた主人公大沢抵子が芝居の世界にのめり込んでいくというお話。大正昭和の激動の時代を生きていく中、食いしん坊でちょっとふっくらとしていた抵子のキャラクターが親しみやすいととても愛されていました。そんなお茶の間の人気者になったゆりさん。 1979年には NHK 大河ドラマ草燃えるをはじめ数々のドラマに出演したほか映画合算にて映画デビューを果たすとその後3本の映画に出演この活躍が評価され日本映画テレビプロデューサー協会からその年に一番活躍し将来有望な新人に贈られる エランドール新人賞を獲得しました。1980年になってからも、主にテレビドラマで活躍していたゆりさん。ゼニガタ平時、太陽に吠えろなどの有名ドラマにゲスト出演したほか、関西テレビの刑事ドラマ、許しませんでは主演を務めるなど、積極的に女優業をこなします。 さらに、資生堂、バスポン石鹸、井村屋製菓、肉まん、あんまん、農協貯金などの CM にも出演し、テレビの世界で大活躍をしました。1982年に舞台、戯れになすな恋に出演すると、出演範囲を舞台でのお芝居にまで広げ、1980年代から、 1990年代も数々のテレビ、映画、舞台に出演していきました。しかし2000年に入ると少しずつ出演回数が減り、2004年の NHK ドラマ、音宿かわせみの第11話に出演して以降は、テレビをはじめ各メディアから姿を消してしまいました。そして、 現在に至るまで一切表舞台には出ていませんが、ゆりさんに何があったのでしょうか。次に実質芸能界を引退した真相について触れていきます。ゆりさんの引退の背景には結婚がありました。お相手の男性は一般人だそうで、 具体的な年齢や職業などの詳細は明らかにされていません。子供が生まれているという噂もありますが、最後にテレビ出演した2004年以降に結婚したと仮定すると、47歳は超えているので、信憑性は欠けています。27年ほど女優として活動していたゆりさん。引退後の情報が、 ほとんど出てこないことから、ごく一般的な家庭に憧れ、ひっそりと暮らしているのではないでしょうか。そんなゆりさんには、なかなか姿が見られない今でも、熱狂的なファンが全国各地にいるようです。最後に、そんなファンの中でも、特にゆりさんの魅力をたくさん発信し続けている人について、触れていきたいと思います。 調べた中で、長年、ゆりさんについての思いを発信していたのは、なんと、岐阜高専の教授でした。具体的には、国立岐阜工業高等専門学校、通称、岐阜高専の電気情報工学科教授である、富田睦夫さんという方で、学生に教育研究指導をしている一方、自身も、 電気工学の分野で研究を続けている博士です。そんな富田さんは自身のホームページを持っており、日々の活動についてブログを上げている中、長年にわたりゆりさんの魅力についても上げていました。ブログの内容はゆりさんが出演していたドラマの各シーンについて、自身の解説を踏まえた感想や、 研究室に貼ってあるゆりさんの写真に癒されるといった今で言うおたかつのような内容。時々どれだけのアクセス数があったのかが記載してあり、ゆりさんの情報が少ない今、同じようなゆりさんのファンが少しでも共鳴できる場になっているのではないでしょうか。富田さんのホームページ自体は現在も 随時更新されていますが、ゆりさんに対する記事は2018年の更新で止まっています。今後更新されることがあるのかも注目です。1977年にデビューしてから27年間芸能界で活躍し、今でも熱狂的なファンを持つゆりさん。現在でも 再放送や YouTube などで当時の活躍を見ることができますが、今後その姿を見ることはあるのでしょうか御年66歳ということで、健康にも気をつけていただきながら、今後姿が見れることに期待したいですね。最後までご視聴いただきありがとうございました。